暑い。マッツさん、レインボースターありがとう。おはよう。おはよう。雨降ってるんだ。今日天気悪いのか。あ、曇り空。あ、マサ太郎さん、たくさんありがとうね。暑いわ。どんどん暑い。おはよう。あ、そうなんだ、風が。おはよう。ね、なんか朝起きてじんわりと暑いなって思う。朝起きてからじんわり暑いって感じ。明日結構いい天気になりそうだね。リオさん、サックスありがとう。おはよう。湿気かな。扇風機回しちゃいました。おはよう。楽しみだね、明日の大阪ね。楽しみだ。頑張る、今日も一日。おはよう。え、朝から温泉めっちゃいいじゃん。いいの、羨ましい。温泉羨ましい。温泉入りたい。温泉入りたい。羨ましい。いいな。おはよう。いいな。おはよう。頑張ってね、お仕事。お大阪お土産なんか買いたいけどな。なんか買って帰りたい。大阪らしいもの食べたいよね。たこ焼き食べれるかな。なんかね、去年は大阪のお話し会、リアルのお話し会は初めてのリアルお話し会が大阪だって。なんかくるたこ焼きみたいなやつ、違うか、くる、なんかそんな感じのたこ焼きと、そう、551午後1ホーライだっけ、肉まん食べたの。差し入れでもらって、めっちゃ覚えて、美味しかったねえ。温泉行きたいな。え、徳島の通りね、そうだね、愛媛温泉ツアーの時だよね。かまちゃん、青いハートありがとう。たくさん嬉しいね。ケータリングどうだろう。よろしくね、明日楽しみ。大阪楽しみ、明日
頑張る。明日を楽しみに。今日、あ、25日、ありがとう。見つける花だれ、ありがとう。ククルか、ククルって言うんだ。くるくるくるじゃなかった、ククルか。ミキヤくんハートありがとう。バイバイ、ありがとうね。お仕事頑張って。今夜はチリパですね。あずみやっぱ30分で帰ったよ。え、うん、ちょっとやってきちゃった。なんかキュンってキュンってやってきちゃいました。聞いてください、チリパ、ぜひ。おはよう。ねえ、撮影会、確かに撮影会も待ってるね。明日楽しみ。お仕事頑張ってね。お仕事頑張ってください。おはよう。最近明石焼きを食べたんですよ。明石焼きめっちゃ美味しいんだね。明石焼きってふわふわしてて、明石焼きお出汁につけるやつめっちゃ美味しいんだね。あれびっくり。結構好きかもしれん。私明石焼きって思いました。うん、明石焼き兵庫かな、有名。兵庫か。リクルおじさんも有名やな。確かにリクルおじさん食べたことある。リクルおじさん、なんかお姉ちゃんが大阪行った時にお土産で買ってきてくれて食べたの、めっちゃ美味しかった。あ、去年も差し入れでリクルおじさん差し入れでくださったんだ。そうだ、それでも食べたわ。おはよう。おはよう。お仕事いってらっしゃい。明石焼きおいしいね。おいしいよね、兵庫県めっちゃおいしいですよ、あれ。食べてみてほしい、ぜひいつか。確かに熱々かも。うん、確かに熱々かも。リクルおじさん家のたこ焼きメーカー作れるかな。お出汁がさ、でもお出汁も調べたら出てきそう。作る配信とかしたいな。やりたい料理配信ね、やりたいな。そういうの全然できてないから最近。6月いっぱいまで、7月入ったら
やりたい。できるかな。時間が作れそう。りやくん、青いハートありがとう。おはよう。ねえ、あさみの朝配信。私の配信全部お腹減るらしいからね。おはよう。たこ焼き器ないや。家には、実家の方にならあるな。たこ焼き器実家にならあるけど、こっちにはないな。うん、浅草、浅草めっちゃ行きたいよね。東京浅草、うん、浅草。でもうわ、やっぱり旅友が欲しい。旅友、うん、旅友欲しいよ。いや、誰かと旅したい、旅したい。行きたいなって思う場所いっぱいある。でも時間も作らなきゃいけないんだけど、なかなかね。わあ、もう一人旅とも欲しいわ。旅とも欲しい。誰かと旅したい。ガチャガチャ、ガチャガチャしてないですね、全然。しみこうさん、おいハートありがとう。北極星のオムライスってなんだ。え、タコパ配信ね、やりたい。タコパ、タコパ、あ、夕方での撮影会も、え、パチャパチャしていっぱい。私も楽しみ、めっちゃいっぱいパシャパシャ、いっぱいパシャパシャしてほしい。ねえ、運転はせんかな。運転、お母さん浅草、あ、そうなんだ、いいな。浅草めっちゃ行きたい。行ったことないんだよね。行ってみたいです。ねえ、行きたい。自分探しの旅。何が、誰、自分探しに旅に行くの。浅草、お仕事の時とかにね、いや、行けたらね、一番いいっちゃいいんだけど、なかなか行けない。うん、お仕事の時に。おはよう。旅とも、え、別府に温泉旅行、え、いい、温泉旅行いいよね。わかる、温泉旅行行きたい。温泉旅行いいよね。え、沖縄も行ってみたいな。なんか旅行してっていうか、なんかその観光、食べ物、観光の食べ歩きとか、何々県のおすすめのお店とか、食べ物とか食べ歩きスポットの動画みたいなの見るのめっちゃ好きで、ずっと見ちゃうんだよね。あ、でもああいうの見てたら本当に行きたくなっちゃう、いろんな場所に。
おはよう。あ、ツアーの登録日か、今日。そうだ。あ、日本一濃い町専門店。そうなの？ゆり行きたいわ、それは。行きたい。おはよう。免許ね。免許、そうなんや。ペーパードライバーになりそうで。てかもうすでになっている感じで。怖い。やばい。全然運転できてない。撮ったのにせっかく。やばいよ。もう人がいないような山の中、人がいないような場所でしくらいでしか運転できないです。街の中なんて絶対出れない。人がいないような場所なら運転できるけど、まだかろうじて街の中とかは絶対できないな、私。怖い。明日クイ出発予定だけど、あずみ撮影まで。嬉しい。早起きしてくれるの？ありがとうね。ありがとう。楽しみ。朝から。わちゃわちゃ。撮影会もよろしくね。楽しみ。待ってる。待ってるね。大阪で。おはよう。コラボ配信、いや、そうなんよね。 2.5 で、そうなんよね。そう、なんか一緒に落ち合ってコラボ配信しようって、簡単になれないというか、誰かの家に行ってみたいなのが、住んでる、そうなんだよね、実家ばっかりでバラバラだから、寮とかに住んでたりとかしてたら、わりかしお互いの家行き来も多かったかもしれないけどね。それぞれがそれぞれにお家が遠、そう、離れてるから、あんまり誰々ん家に行くってならないんだよね。メロンパンさん、青いハートありがとう。おはよう。マーク2さん、初見さん、おはよう。広島市内ね、絶対走れない、怖い。そう、路面電車とかあるから。ありがとう、明日撮影会ありがとうね。待ってるね、朝朝の一部待ってます。撮影会、いや、一回も運転してないわけではないですね、免許取ってから。ちょっとは運転した後ってすぐ、こっちに、なんかお姉ちゃんとこっちに実家離れてからもう車がないので、そう、運転する機会が全然ないんですよね。おはよう。昔からおじいさん、猫ちゃん、ありがとう。おはよう。お泊まりおいでよって、確かに全然いいっちゃいい。抱き合って眠る形になるけどペットがないから
アズミンと抱き合って眠る形になるのであれば、アズミンちょっとばり大丈夫ですよ。おはよう。まるともちゃん、たこちゃん、ありがとう。クラコンはわかんない。でまだ今のところ出る予定は自分はないかな。おはよう。平日ラスト頑張ってね。ね、広島市内ね、ドキドキするよね。路面電車とね、あれするの、抱き合って。え、だって1個しかないんだもん。これしか、私が今いるベッドしかないから、抱き合って眠らなきゃ。原付は乗らんね。原付乗らんね。原付も怖くて、お母さんが多分乗せてくれない。原付はバイクは危ないので乗らないでって言われちゃうと。ナーズさんハートありがとう。お仕事頑張ってね。バイバイ。変な意味じゃないですよ別に。みんな変な意味、純粋に言っただけですよ。だから、お母さんもしない、怖いって言いながら運転してた。初め路面電車と一緒に横を並走するのは怖いらしいです。ゆずきちさん、おハートありがとう。おはよう。ねえ、絶対怖いよね。おはよう。朝ごはん決めとらん。決めとらん。何食べようかな。卵と豆腐のやつ。あ、でもご飯あるから納豆卵でもいいな。ね、ラメです。いやー、ほんと怖い、危ないよ。おはよう。お仕事行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ともちさん、おいハートありがとう。おはよう。ホテルのビュッフェいいなー。ホテルのビュッフェいいよね。ホテルのビュッフェ好きだ。最近めっちゃ好きなんよね。最近ホテルのビュッフェの良さに気づいてからめっちゃいいよね。朝ホテルビュッフェって。おはよう。
パスタ辛くなって変装してたら怖いよ。いや、まあ確かにね、確かにそう言われるとめっちゃ怖かった。バス、あの自動車教習の時に道路走ってたらバス、横にバスがいて、バスの横をこう、なんかバスが止まってたのね、あのあれでなんだっけ、あのバス乗り場のところでバスが止まってて、そのバスの横をヒューンって通らなきゃいけなかったんだけど、めっちゃ怖かったもん、なんか挟まれる感じが。豆腐と卵でさっと、え、そうそうそう、あれめっちゃね、美味しいよ、美味しい、簡単にできて美味しい。卵をわーって潰して、間違えた、豆腐か、豆腐潰して卵ポチョンってやってかき混ぜて、美味しいですね。白だし入れてチーズも入れたらより美味しい。おはよう。お姉ちゃん起きたかな。そう、バスの横怖かった。バスの横通るの、トラックの横とか、なんか倒れてきちゃいそう、バスって思いながら通る絶対そんなことないんだけど、なんかさ、バスよりもやっぱちっちゃいから怖いですよ。バスの横、トラックとかもね、高速も怖かったな。納豆にオリーブオイルうまいらしい。そうなんだ、へえ。おはよう。白だし万能だよね、わかる。それ私も実家出て、あ、この暮らしになって料理とかちょっとするようになって、白だしすごいって思った白だし万能、うん。おはよう。ねえ、大型車の近く走るの怖いよね。おはよう。ねえ、白だし。すき焼きのタレね。広島地下鉄がないからバスが多い。確かにバス多いかも。地下鉄ないね。え、広島駅っていつ完成するんだっけ。来年かな。来年か。なんかこの前広島駅をちょっと遠くから広島駅を見ることがあって、めっちゃ完成、めっちゃ完成というか建物がすごい上にめっちゃなんか大きくなってて、あれってこんなに大きくなってたんだって。広島駅使ってる時はさ、使ってる時はなんかそのどこまで完成してるか全然わかんないけど、広島駅、そう、工事してるの。あ、2025年なんだ。遠くから見たら結構なんか建物が上にうおーってなってて、おーすごいって思った。
そうそう、路面電車ね、上から通るらしい。あれもどんな風になるんだろうね。うん、上に上がるらしい、路面電車が。確かにスタジアムの方が先に完成しそう。スタジアム完成したら行きたいな。新しい新スタジアム、今のエディオンでも試合見に行きたかったけど全然行けてない、予定が。なかなか。恋さん結婚してありがとう。確かにません。今ねめっちゃ工事してるからね、道に迷っちゃうね、広島駅迷子になっちゃう。ね、市電上に行くのすごいよね。どんな風になるんだろう。おはよう。でもなんか大きい駅になりそう、広島駅。安住何人分？もう何百人 何千人分ぐらい、何万人分ぐらいじゃない 安住。おはよう。新スタジアム？なんかね、前に通りがかった時に見たけど、最近は見に行けてない。どんな感じか見てないな。完成できるの？サンフレ行きたい、めっちゃ行きたいです。なかなか行けない、お仕事とかいろいろ重なっちゃう。行けるときに行きたいな。夏、この夏行きたい、どっかで。完成したら路面電車乗り換え楽になりそう。いや、なると思う。なりそう。おはよう。あずみ大丈夫。すみん大丈夫。ひつまぶし、いいな、ひつまぶし。あんまり食べたことないかもしれない、ひつまぶし。横浜駅は工事が何かと続いてかれこれ150年 嘘でしょ、何それ 150年工事やったよな、横浜駅 そんなことないでしょ 本当に？そんな150年？江戸時代も前ぐらいじゃない、150年って。江戸時代ぐらいか。あ、ナイトゲームになるんだ、いいな。私ナイトゲーム結構好きなんよね。ナイトゲームいいよね。デイゲームも好きだけど、そっか、夏になるから。でもナイト派かもしれん、どっちかというと私。涼しいしね。なんかテンション上がる、夜って。こたつ猫さん、ハートありがとう。確かに。止まらないの、いつまでも。横浜駅。そうなんだ。
きい工事が、大きい工事をしててそれが終わらないのかな。どうしよう、広島駅もこっから100年ぐらい続いたら工事が100年。サグラダ・ファミリア並みに工事、ビールのリコ、あ、やってみたいって思ってた。うん、結構前やってみたいなって思ったことはありますね。直樹さん、おいハートありがとう。確かに、工事中、カシャンカシャンカシャン、くしゃみが止まらない。あ、ひつまぶし、そういう理由なのねひつまぶし食べてみたい。アイナストーリーがおはよう。すごいね、鉄道開業からずっと工事なのもすごいな。じゃあまだ完成してないってことか、開業から工事って鉄道開業した時からまだ横浜駅は完成していない説が。でも重たそう、あれビールサーバーね。うん、売り子さんのビールサーバー20キロあるんだ。それはすごい重たそうだ。おはよう。え、車パンクしたの？大丈夫？大丈夫？通勤中に？それ大丈夫？大丈夫？どうなってる今？大丈夫？おはよう。車パンクって結構大きいよね。大きいというかもう大変だよね、車って。自転車パンクとかじゃないもんね。サグラダ・ファミリアってどんなのなんだろう。名前聞いたことあるけど実物全然わかんないや。どんなのか、サグラダ・ファミリア。結婚前が結婚前に聞こえたの俺だけじゃないはずだなんか今日もさ、なんだっけ、明日いい天気になりそう。なんかが、なんか私の言葉が聞き間違いで、なんだっけ、結婚に聞こえるのあるあるなのかな。今さっき朝も、朝っていうか配信始めてすぐくらいもなんか私の言葉を結婚系に聞き間違えてる人がいた。20キロ、あと男でも、あ、そっか、いやでも20キロ重たい。20キロなんて、あずみん一人とちょっとぐらいだよ。20キロ
自分も自分と何か思ってるぐらいだから、それは重いかもしれん。あ、パンクジマしてたら嫌なの？そっか、気をつけてね。それでも気をつけていってください。おはよう。あ、写真見たら、見たことあるっていう？サグラダファミリア見てみよう、後で。おはよう。スペイン、猫豚さん、初見さん、おはよう、ありがとう。結構が、結構が、結構が結構に聞こえるのかな。結構、本当いつも聞き間違える。私の発音が悪いのかな。結構、結構、結構って言ってるよ。結婚って言ってないよ。うん。あ、違う、20キロとプラス何か、プラスで、プラスだよ。20キロじゃない、20キロじゃない、20キロよりもあるけど、20キロに何か持ったぐらい、何か持ってぐらい。重たい、背負えないかも。だから、おはよう。かずかさん、おえハート、ありがとう。嘘でも20キロって言っとけば漏れたの。体重盛り。いや、盛りすぎ、さすがに20は。みんな優しいから心配されちゃう。みんな心配してくれちゃう、20って言ったら。おはよう。さすがに20のことはないですよ。うん、20のことないですよ。おはよう。30はある。30は、はずみちゃん、トレーニングバーに見立ててふんふんとベンチプレスできそうね。できん。おはよう。あ、明日浴衣大会行くね。嬉しい、ありがとう。待ってる。嬉しい。ありがとうね。待ってるよ。楽しみ。ありがとう。うん。30はありますよ。せいやんさん、白いバラ、ありがとう。3度寝かな。多分起きてないんよ。起きる助走ぐらいじゃない、多分こういっぱいかけるのは。気持ち作ってるんだと思う、起きるのに。おはよう、いっぱいかけて。
わかるもん、いっぱいかける気持ちが。そうそう、起きる気持ちの準備をしてんの多分、自分が起きたい時間まで助走つけてんだと思いますよ、妹分析的には。今日はね、眠たいよね。なんか私も眠たかった今日。あるよね、起きれない日って。なんか歩くない、なんか知らんけど起きれん今日はみたいな日。あ、アデマス先生ツアーいっぱい出ました。え、嬉しい、よかった、待ってるね瀬戸内ツアー、嬉しいありがとう、めっちゃ楽しみ、待ってるよ。恋さん結婚してありがとう、ありがとう、たくさん結婚して連続ウインク。夢をもう一度見ないか、叶うわけがないと諦めたあの日の何かを。あ、お仕事行ってらっしゃい、愛媛頑張るね、ツアーも頑張ります、もうちょっとだから、初日の徳島までも。ゆずきつさん結婚してありがとう、ねえ。私も自分が本当に起きたい時間の30分前からかけてるからね。で目覚ましなくて自分で自力で起きるのは本当にすごい。うん、おはよう。ツアー行きたいな、来てほしいよめっちゃ来てほしい、来てほしい、来てほしい、すごい会いに来てほしい、見て来てほしい、直接来てほしい。すごいアラーム使わないの、本当にすごい。おはよう、絶対無理だよ私アラーム使わなかったら。あずみのパフォーマンス見たい、見に来てほしい、見てもらいたい、めっちゃ見に来てほしい。瀬戸内ツアー始まるからね、7月から、ぜひ会いに来てほしいです。見てもらいたい、会いたいです、私もステージから見つけたい。5431で起きないダメよ、絶対無理だよ5431でなんて起きれないよねえ。それで起きれたらもう、新曲いいよね、乃木坂さん。すごい、起きたい時間に1回かけるのだけど、なんか怖いんだよね、保険でかけちゃうの、その前から怖くって、それで起きれなかったらどうしようってのが怖くって、保険で30分前からかけちゃうね。登録発表楽しみ、当たっててほしい、みんなに来てほしい。あら、そう、怖いよ。嬉しい、アザイのパフォーマンス見事だった一見、本当に嬉しい頑張る、もっと。じゃあありがとう。寝坊の遅刻はそんなない、でも寝坊して遅刻したことはそんなにないかな。ね、この前の事件は焦ったな。アネミならばアズミン歌唱 BGM にした
から。サングラスです、君はいつだって眩しくて。アズミンサングラスデイズで起きる朝。あ、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。また今日はね早めにできそうでも夜配信。うん、早めにかけると帰ってあと少しあるけん。それはねあるかもしれん。まだあるまだあると思って二度寝三度寝しちゃうのはでもある、あります、あるね。でも起きたい時間に起きれてるので、この方法で30分前ぐらいからかける方法で、じゃけんこれで頑張って起きてるな。いつも、そのやつに行きたくなる。来てほしい来てほしいです、来てほしい、待ってたいです、ステージでそうめんさんのこと待ってたい、来てほしいな。おはよう、ねえ。でも確かにちっちゃい時に比べて目覚ましの音とかはちゃんと聞こえるようになった。ちっちゃい時ほんと聞こえなかったからね、目覚ましで起きれなかったんですよ。お母さんの声で起きてた、起きなさーいって声で、じゃないと目覚まし聞こえなかったんですよね。年を重ねるにつれて目覚ましの音がちゃんと聞こえるようになって、自分で起きれるようになってきました。じゃあ誕生読もうかな。13位モノタさんありがとう、12位オコーナブリッジさんありがとう、11位オキュートさんありがとう、10位これは瀬戸内の太陽さんありがとう、9位とっちゃんぼやさんありがとう、8位奈良西さんありがとう、7位タコタンさんありがとう、6位昔からおじんさんありがとう、5位コーダさんありがとう、4位ウッチーさんありがとう、3位ナオズさんありがとう、2位マッツさんありがとう、そして1位はズルルルルルルルパン、ゆずきちさんありがとうありがとうございました。ありがとね、また夜に頑張ろうね。平日ラスト金曜日一緒に頑張りましょう。ありがとうございました、バイバイ。じゃあねねあずみんで終わります。せーのって言ったらねねあずみんって言ってください。せーの、ありがとう。なーにー、ありがとうございました、バイバイ、いってらっしゃい、頑張ってね今日も一日、バイバーイ。